大山の頂上です。違います。違います。屋上、屋上。クリニックの屋上。言わなかったら分かんないから。大山の頂上にやってきました。すげえ天気。気持ちいいね。言うても11月だからちょっと寒い。絶対痛くないと思う、こんな爽やかだったら。そうだね、うん、確かに。花芽も花芽もやっちゃうの、ここで。こっちから。よし、私から。あ、はい。はい、さて、それでは早速行ってみたいと思います。どっち？左。では、ここで大声出したら警察来るからね。そうよ、外だからね。行きます。痛い。そうだよ。ちょっと行きます。待って、首つかませて。うわ、曇って何にも見えませんあ、近くない。冷たいからね。外曇ります。暑さが寒さ。今、私のコメントの時間が来るよ。あ、そうですか。はい、いいですか。うん、あの痛くない。何？今私が検証結果を話してるんですよ。曇っちゃってさ。やり直し、やり直し、やり直し。やり直し。行きます。マジで？そうよ、ぶつちゃったっけ。左、左。本当に。優しくね。開放感ですか、なんかね。何でもいいね。あの、はいはい。痛い。よし、チェンジ。痛くねえな。いざ。さて、本当に曇って見えないね。じゃあお願いします。鼻がどこにあるか見えない。右にしてみようかな。はい、お願いします。行きます。早くしてくれますか。早くだ。あ、あれ、はい、あもう入ってんの。入ったよ。いなくない。あ、こんなに青いのに、風はこんなに暖かいのに、太陽はとっても明るいのに、どうしてこんなに眠いの。睡眠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 不足と。いいです。さあ反対かな。腰が痛いね。いいよ。はい。あ、痛い、こっち痛い、こっち痛い。もうやだ。やめろ。ご視聴いただきありがとうございました。エイビ先生ひかチャンネルでは日常の疑問にお答えしたりするつもりだったんですけど、最近は楽しく愉快な元気なことをやってます。いい
インスタも始めたので見てください。よろしくよろしくね、チャンネル登録、いいね、よろしくよろしくね。